おはようございます。皆さん、こんにちは。ダビデです。元気だった？イタリア語やイタリア文化を楽しく学べるイタリア語だったらどう？ようこそ。今回はね、特に医者や病院などに行って、あ、何々が痛いですって感じのフレーズに役に立つ体の呼び方を紹介したいと思います。腕、お腹とか、イタリア語ではなんて言うのかな？今からすぐ説明するね。ねえねえ、面白いことをたくさん投稿してる。イタリア語だったらどの Facebook、Instagram、Twitter にも聞いてね。じゃあ、レッスン始めよう。よっしゃよっしゃ、自分の語彙の数を増える準備はいい？やっぱり重要で便利だね、今回のテーマ。ねえ、これから教えていく単語はすべて、なんか辞書形ってことで単数形になるね。もちろん場合によって複数形にしてもいい。はい、で、はじめに、体の呼び方を教えるには、今回、手伝ってくるのは僕の上司、マリーナちゃんです。はい、マリーナちゃん、よろしくお願いします。ほほ、素晴らしい。なんか、マリーナちゃんの体を、ちょっと、なんか、解説していこう。まずはね、頭。テスタ。これは、女性飯。それで、頭から下へ、さすが。顔。ファッチャ。今回も、女性。ファッチャ。続いて、首。コロ。今回は男性名詞だけどね。コロ。ここまではいい？テスタ、ファッチャ、コロ。それじゃあその下へ、やっぱり、肩、スパラ。女性名詞。ねねねねね、玉って意味のパラと似てるから、注意してね。肩は、スパラ。でもね、ちょっと、前に行けば、熱い。胸があるじゃん。女の胸は、せーの。これは男性名詞だけど。でもね、女性の胸が、せーのって言うよ。あ、もちろん、おっぱいを表現したければ、てってになる。これは複数形ね。単数形はやっぱり、てった。はい、進んでいこう。次は、腕。ブラッチョ。男性名詞。手へ行ってみれば、ほら、手首。ポルソ。うん、ポルソね。その後はすでに勉強してる。て、マノ。覚えてる？ちょっとスペシャル。女性名詞なんだけど、お、で、お、おります。はい、ちょっと下へ下へ。安心して、マリナちゃん。おかしいところには行くつもりはないから。はい、続いて、お腹。パンチャ。女性名詞。と、なんか、その後ろは、お尻があるな。お尻。セデレ。これは男性名詞ね。やっぱりソフトだね。セデレっていう言い方。さっきのおっぱいっていう感じね。今回もケツって言いたければ、さすがクロになる。覚えてる？よっしゃ、最後はもちろん足、ガンバ。女性名詞とその最後の最後は足、ピエデ。これは男性名詞だけど OK ですか？ああ、残念ながらこのレッスンは丸暗記で覚えるしかない。ねえ、この呼び方をちょっと繰り返して練習してみてね。さあ、そんなに難しくないじゃん。それじゃあみんな今からは一緒にちょっと練習してイレブン見てみたらどうですか？今回はね、あるカップルが花瓶のお店に行ってる。彼氏は、お、これにしよう。ってある花瓶を取ってレジへ向かえば、なんとちょっと花瓶が落ちそうになる。あ、セーフ、危なかった。それで彼女は、おっきょう、けファチャ、けあい、し、おまれ、あれ、ブラッチャ。OK ですか？まず彼女が言うのは、おっきょう。うん、おっきょうはね、目のこと。今回、単数か。でもね、いきなりの、目っていうのは、一体何？これはね、注意の意味にもなる。そうそうそう、そう、わかる？アテンツヨーネ、注意っていうのは、オッキョ、目っていう風にも言えるってこと。まあ、もともと、目をちゃんと開けて注意してね。とかなんとかだろうかな。OK ですか？ここまではいいじゃん。オッキョ、目、注意して。あ、危ない。花瓶を落とさないで。などのこと。続いて、け、ファッチャ、け、アイ。それはどういう意味かな？ポイントはね、やっぱり、ファッチャ、顔。その前の、け、
では、け、ファッチャ、なんて顔。覚えてるよね、こんな感じのフレーズ。け、プラス、名詞ほとんどの場合、悪い意味の、なんて顔。ってことで、なんと悪い顔してる。ねえ、ちょっと青白いんだよ。って感じ。でもね、続いて面白いことに、もう一つの、け、があるじゃん。これは別の用法。ファッチャ、顔についてのエキストラ情報を表すから。け、あい。ってことで、あなたは君は持ってるっていうエキストラ情報。もちろん日本語では持ってるじゃなくてしてるになるけどな。ってことで、け、ファッチャ、なんて顔。け、あい。君は持ってる。なんて持ってる顔。なんてしてる顔。で直訳ってことで、なんと悪い顔してる。青白いよ、のこと。もちろん、この、け、あいってなくても、大丈夫。ただのエキストラ。ここまではいい？オッケー。ねえ、花瓶に注意。け、ファッチャ、け、あい。青白いね。それで、彼氏は、see？ うん、そう。続いて、ポイント。お、まれ、あれ、ブラッチャ。この文章って本当に役に立つ。重要なのはこのおまれ。原型はあべれまれあ。直訳で何々に痛みを持ってる。やっぱり何々が痛いです。ってことを直訳はちょっとおかしすぎるけど。ほら今回はおまれ。おね、私に合わせた持ってる。ポイントはね、日本語のんが、上司が、イタリア語では、に、前置詞で表現する。だからね、あれ、ブラッチャ。え、ブラッチャ？一体何？実はね、これって、ブラッチョ、腕の複数形。そうそうそう、みんなちょっとおかしいけど、単数形が、ブラッチョ、男性名詞。なのに、複数形になると、ブラッチャ、女性名詞になる。え、何それ？仕方ないね。わかる？腕の複数形が女性なので、あ、前置詞がやっぱり、あれになったわけ。お、まれ、俺は痛みを持ってる。どこに？あれ、ブラッチャ。両腕に。両腕が痛い。え、大丈夫なの？その人。気をつけて、彼氏さん、お大事に。さあ、今回も例文はこれや。それで皆さん、いい写真でもういくつかの体の呼び方を学んでいこうぜ。え？誰だそいつ。見たことあるかも。なんか、フィリピン人の料理人かな。とにかく注意すべきのはやっぱりこのいい子の顔。顔にはやっぱり面白くて役に立つ呼び方がいっぱいあるからね。今回も全部単数形で学んでいく。自分で場合によって複数形にしてみてね。例えばね、さっき見た目、おっきよ。覚えてる？男性名詞。または鼻、謎。めちゃ便利な言葉。あとね、口、ぼか。ほら、これは女性名詞だけど。続いて、耳、おれきよ。男性、おれきよ。ヒゲもちょっと便利な単語じゃん。バルバっていう女性名詞。OK ですか？ところで、最後はすでに知ってるけど、髪の毛はカペリっていう。そう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 、複数形ね。単数形のカペロは髪の毛が一本っていう場合にだけ使う。やっぱりね、普通はたくさんのカペリ。万歳、顔の詳しくもできた。みぶりてぶり。よっしゃ、今回もイタリア文化のめっちゃ面白いみぶりてぶり。今回はね、何って意味のジェスチャーをして、上へ向かえてちょっと回ればいい。こんな感じ。このてぶりはね、一人で、一人だけって意味。例えばね、僕と友達がなんかパーティーに行ってるとする。いきなり僕はね、ちょっとトイレに行ってくるね。って友達に言っとくけど、僕はね、友達のところに戻れば、なんと、誰もいなくなっちゃった。え？何それ？それで友達は、こうする。みんなポールにいたよ。ここに残ったのは、俺だけ。
俺一人だけ残っちゃった。などのこと？一人だな。この動画を見ていただいてありがとうな。ところでイタリア語だったらどのレッスンのまとめたなんかテキストが欲しければ12月3日待ってくださいな。ぜひメモして12月3日よろしくお願いします。まとめ。頭、テスタ、顔、ファッチャ、クリ、コロ、肩、スパラ、胸、セノ、腕、ブラッチャ、手首、ポルソ、手間のお腹、パンチャ、足、ガンバ、足、ピエデ、目、オキョ、鼻、謎、口、ボカ、ヒゲ、バーバ、髪の毛、カペリ、アベレ、マレ、ア、何々が痛い。ありがとうございます。本当にありがとう。また来週ね、これからも。